瀬戸康史の動画。いや楽しいなこれは。本当任天堂はすごい。どうも皆さんこんにちは、瀬戸康史でございます。もうね詳しく言わなくても分かると思います、任天堂ラボです。はい、昨日の4月の20日金曜日に発売されて、もう SNS 上とかでもねみんなやってると思います。任天堂スイッチとこの段ボールを組み合わせて新しい遊び方を任天堂が発明したということで、発表されたのは2月だったかな、2月の15日に申し込みまして、昨日4月の20日、届きました。これね届いてね私早速組み立ててみたんだけど、ほんとね任天堂が何を考えているのか未だに理解できない。どういうことなのかって、だからもうね昨日これ組み立ててさ、ずっとこれでスイッチやってたの、これのこのままやりづらいんだよね、やりづらいの。これ昨日届いたんだけど、これねすっごい重くて、本体がこれ本体ね、本体何だったかっつうと、これこれこれなんだね、これがね10本入ってた。くしゃみが止まんないんだけど、これなんでなんだろう、なんでなんだろうね。くしゃみがね、これ来た途端くしゃみが出だすんだよ。これなんでなんだろう。これ入ってましたよ、これ。これなんだろうね。多分かけるのかなって思うんだけどね。これかけていくのかなみたいな。で、段ボールってさ、やっぱり水につけるとふにゃふにゃになるじゃん。で、そのふにゃふにゃ感もこう楽しんでねみたいな、こうジョボジョボジョボってことなんじゃないかな。やっぱ本体重いなと思うんですよ。で、一応なんかここに、まだちょっと開けてないんだけど、こういうのも一応来てて、これ多分まあおまけだろうなと思って、すごい軽いんで、これ軽いんですよ。だこれがだ全部で段ボール3個全部で段ボール3個届いたんですけど、これちょっとまだ多分アマゾン特典とかだと思うんで、これ多分そのパターンじゃないかな。本体明らかに重かった、こっちっていうことですね。忍耐ペアースが歩いた、ビールル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 ということで、昨日4月の20日金曜日発売しました。まあね、ネット上では盛り上がってるんじゃないですか。俺はなるべく自分の中に情報を入れないように何にも見てません。みんながどういう風に作ってるとか、これが難しいのか簡単なのかもよく分からってないです。もう斬新というか、斬新じゃない、新鮮な気持ちで、斬新な気持ちで楽しむってどういうこと。新鮮な気持ちでね楽しむのは分かるけど、斬新な気持ちで楽しむためには、これダメだよね、これダメだから、こういう斬新な気持ちで楽しんじゃない、新鮮な気持ちで楽しみたかったから、これをね何の情報も入れずに今ここにあります。俺実はね、ちょっと明日からね、そのうちちょっと分かると思うんだけど、ちょっとまあいろいろ来週のね木曜ぐらいまでちょっと忙しくて何もできなくて、実質任天堂ラボで遊べるのが今日土曜日だけなんですよ。で次はもう来週のもう週末ぐらいになっちゃうの、ちゃんと動画作れるのが。だから何、今日もう全部は多分無理なのよ。だからピアノとかなんか釣りとかなんかバイクとかさ、ロボットとかいろいろあるでしょ、いろいろやりたいんだけど、今日はねどれか一個だけちょっと楽しんで、もうどれも彼もってなっちゃうとどっちらかっちゃうから、一個だけねなんか組み立てたいなと思って。みんな何、まずこう全部あったら何みんなまず組み立てる、これまあ単純でやっぱ面白いロボット、こうなんかランドセルみたいに背負ってさ、つうかさ、そもそも任天堂ラボって知って出ますよね皆さんね。まあこれ組み立てるのを見ていけば、この動画最後まで見れば分かると思うんだけど、これただの段ボールなんですよ。この段ボールとこの任天堂スイッチね、任天堂スイッチを組み合わせることで新しい遊びができるよっていう、任天堂が発明した新しいおもちゃなんですよ。で具体的には何するかというと、この横についてるこのジョイコンね、これ皆さんね、任天堂スイッチ持ってる方、ただのちっちゃいコントローラーだろって、なんか使いづれコントローラーだろって思ってるかもしんないけど、これめちゃくちゃすごいんですよ、これが。この中に、まあ俺も詳しくは知らないけど、いろんなね、センサー、こう傾きセンサーとか加速度センサーとか、あとはね、なんかね、カメラもこの中に、どこだろう、多分この黒いとこかな、黒いとこに多分カメラも入ってるみたいで、段ボールとこのゲームの中をつなげる
ものになるのよ、このジョイコンが。もう何言ってるか分かんないと思うけど、例えばさ、ダンボールのね、PV 見た人いると思うけど、ダンボールの、ただのダンボールの箱背負って、で、こう、紐が、この、後ろから紐がこう伸びててさ、こうやってやって、あと足にもさ、こう紐がついてて、こう、こうやって戦うだけで、ゲームの中で自分と同じ動きをするのよ、ロボットが。だから、それ仕組みどうなってるかっていうと、この、後ろのランドセルのところに、このジョイコンが刺さってて、あと頭にも、これこうつけるのよ。そうすると多分こう、頭もこう読んでくれるみたいな。だから、これは、コントローラーでありながら非常に優れたセンサーなんですよ。で、この任天堂ラボっていうのはただ段ボール作って遊びましょうっていうよりは、なんつうんだろう、本当に子どもの教育おもちゃみたいな側面もあって、だからこれは組み立てるプロセス、今これ組み立てますけど、あ、とりあえず作っちゃおう作っちゃおう、作って早く遊ぼうっていうようなものではなくて、この作るプロセスも含めて、これからの将来を担うね、子供たちにとってはこれは非常に衝撃的なおもちゃになると思うんで、ぜひあのこれから購入を考えられてる方は、あの一緒にこう作ってね、これどういう仕組みになってるのかみたいな、だから要はプラモデル組み立てるようなもんですよ。プラモデルとかってやっぱ組み立ててると、そのものの構造がやっぱり分かるじゃん、自分でゼロから作るんだから。だからそのものの構造を理解しながら、しかもその段ボールがこのジョイコンのセンサーによってどういう風にゲームにつながっていくのかっていうことを理解するっていうのはすごく大事な、まあ勉強っていうか、勉強って言いそうな、まあゲームなんだけど、ゲームもだってもうあれ、中国では学校の授業にゲームっていうのがあるらしいからね。ね、なんかニュースで読んだけど、だゲーム、俺の子供の時代はさ、もうゲームなんかしてないで勉強しなさいみたいな時代だったけど、今なんかゲームが職業になるプロゲーマーっていう人たちもいるし、ゲームしてる人は勉強できないみたいなもうことでは本当になくて、ゲームができるやつはむしろ勉強もできるぐらいな不運にまで価値観がもう変わってきてるんで、この任天堂ラボっていうものをね、今皆さん動画なんだそれって思ってる人もいると思うんだけど、本当にこれはもう未来のなんかこう歴史に残るおもちゃだと思うので、ただの段ボールのおもちゃだと舐めてかからずに、こうなんかこうね、まあでもおもちゃなんだけどね、まあ結局言ってしまえばおもちゃなんだけど、ただのおもちゃなんだけど、子供にとってはさ、そんなの別にね関係ねえ話なんだけど、まあ大人の方はね、そういうこう、まあ深い意味というか、これがどういう意味をね、将来的に持ってくるのかっていうのをこう読み取りながら、読み取ろうとしながらこう動画を見ていただけるといいなと。俺もだから今組み立てながら時代の最先端をちょっと体験してみたいなと思います。なんか真面目な話になってしまいましたが、それではいきましょう。瀬戸康史の動画、はい、ということで早速開封していきましょう。今日はですね、こちら上カメラも用意してます。ちょっとね、上からね、こう段ボール今日はね、多分作るのね大変そうだから、なんかちょっと公式サイト見てもいっぱい部品が入ってて、部品つっても段ボールなんだけど、ちょっと大変そうだから、ちょっと上からね、あの作る過程をちょっと押さえていこうかなと思って撮ってます。はい、とりあえずロボット組み立てたいから、ロボットのやつをやりたいんだけど、あー、これしぜさんね、これね、箱がめっちゃこう任天堂ラボって書いてあって可愛いから、箱取っときたいって言ってた、うん、だからちょっと綺麗に開けます。はい、おー、かわいらしい、かわいらしいデザインです。あ、こう見せればいいのか。かわいらしいデザインです。はい、プーンパッド、ピン、なんかいろいろ入ってますね。ね、なんかね、細かいやつも買ったのよ。はい、こちらです、マスキングテープです。いろんなデザインのものがあったので、ちょっとザザッと買ってみました。で、これはデコルセットってやつが入ってるな。こういうシートがあって、こうシートを段ボールの上に乗せて、この文字のところに上からインクとかいろんなものをつけると、こう文字が、綺麗な文字が段ボールに描けるよっていうやつですね。まあとりあえずね、なんかこう買わないと早くなくなっちゃうと思ってダダッと買ったからね。あとシールとかも入ってんのかな、これ後で開けましょう。はい、ということで出ました。はい、デジーン、任天堂ラボの段ボールキット、ロボットのやつ、これですよね。ランドセルみたいにしよって、これゲームするための、まあコントローラー、ダンボールコントローラーみたいなやつなんで、組み立てて遊びたいよね、早くゲームして。はい、裏には、こういろいろ書いてあります。はい、じゃあ、早速これ組み立てていきたいんだけど、ちょっとこっちも一応見ときたいよね。はい、バラエティキットというものでございます。だバラエティキットだからあれなんだね、ピアノとかこうバイク、あと家、あ、家のやつもあった、家のやつとか釣り、
あとはこのなんか虫みたいに動くやつっていう、これ1,2,3,4,5 種類かな、5種類の、こう遊び方ができるバラエティキットです、うん、まあ今日はねちょっとやっぱこのねロボット1パックでこうロボットしか入ってないやつをまあ一番組み立てるのが大変だろうねこれね、これをちょっと、やっていきたいと思います。瀬戸康史の動画開けまーす。じゃらりらりーん、おーい。あ、これがあれだ、これソフトです、ソフト。ニンテンドースイッチ用の、ロボットのソフトが入ってるんだろうね、これ。開けてみると、はい、スイッチのソフトが入ってます。あー、そういうこと。このソフトをニンテンドースイッチに入れて、で、スイッチの中のこのソフトの中に入ってる説明書を見ながら作るんだって。だからニンテンドースイッチやりながらなんだ。そういうことか。はい、ということで画面も同時に収録しています。今このカメラとこのカメラとゲーム画面3カメになっちゃって、ちょっとこれ俺1人しかいない、これフォローできるかなっていうね。さすがに3つになるとねもう怖い、どれかが止まったりしそうで怖いんだけど、いきますよ。これロボットキットってソフト入れました。じゃあ今つけます。お、始まりました。早速作るから始めよう。じゃあ作るから行ってみるか。よくわかんないね。ここに段ボール置いてさ、これ作るみたいなさ、新しいよね。何してんだ俺はって感じだけど。本番トイコンを、本番トイコンって何？本番トイコンを作る前にまずは練習から。お？何をすんの？ハローニンテンドーラボ、まずは作る練習から。もう作る練習なんだ。 A ボタンを押している間は動画進むよ。あ、すげえ。で B、 あ、 Y で戻る。 Y で、うお、すごっ。うわー、ようできてるなー、ようできてるな。これだから動画のこう再生と巻き戻しをこのボタンで できるんだ。で、こう、何これ、これはどこにあるの。ジョイコンケースを作ろう。シートから一つのパーツを取り外そう。おー、じゃあ折れ曲がったりしないよう慎重によろしく。じゃあちょっと行くよー。どれだろう。これね、なんか紐とか入ってるけど、これ紐はいいんだろうね。これはもう使わないってことでいいよね。はいはい、ちょっとなくさないようにしないとね。はい、これのここね、ここね、これを使うのね。だから今みたいな感じでこうやって止めて、じゃあちょっとやるか。で、ゲームはちょっとさておきでここを取るのね。わ、すごいなこれ。こう、おもろいな。しかもこれさ、なんつうの、ペリってこう、わかるかな。こう、わかんねえだろうな。わかるかな、わかんねえだろう。もうだ、このペリペリ取れちゃった。すっごい外しやすい。だ、このね、パーツのね、取れ方みたいなのも、あの、なんかプラスチックのさ、プラモデルとかだとさ、なんかこうパチってさ、こうニッパーとかで切るけど、なんかこう切った跡が出たりとかさ、で、それを後で削ってきれいにしたりとかさ、するじゃん。もうそういうの一切いらないね。きれいな、ほら、ちょっとギザギザになってるの分かる？このエッジの部分が。これがね、なんか多分上手にできてて、簡単にね、ペリペリペリってこう剥がせるようになってんの。 LR をぐるぐる回すとカメラの回転だ。あ、ちょっと待って。うおーい、オッケー、おー、すごいぞ、この説明書は。今までで一番すごい説明書だぞ。ZL、ZR を押しながら。あー、これでズームね。あー、もうだからこれでなんかさ、もうゲームになってる、これが。動かしてみようみたいな、チュートリアルじゃん。LR を押しながら。あー、なるほどね。カメラの平行移動ね。で、こう、ズームもできるし、回すのもできると。動いたカメラは X でリセット。うわ、最高です。絶好調です。もうテンションも上げ上げにしてくれてます。それでは組み立て練習スタート。だからこのね、ソフトを使って組み立てるっていう、これを練習しようってことだね。この操作を。え？表と裏を間違えないように印刷のある面を下にしてね。じゃあちょっとこれ置いとこうか。置いといて、これちょっと待って、めちゃくちゃ時間かかりそうだぞ。だってまだこれだからね。これだからね。本番これだからね。めっちゃ入ってるからね、これ。これは大丈夫かっていう感じはちょっとしてますよ。はい、撮影終わんのかこれ。印刷のある面を下にしました。
折り線に沿ってしっかり折る。はい。あー、こうやって、お、すごいなあ。パチってちゃんと、パチってなんないけど、パチってちゃんとね折って、折り目をつけた面が立ち上がったいい感じ。はい。たくさん折り線があるな、一つずつキュッと折り目をつけていこう。はい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 、もうね、ね、はい、押してパチ折って、はい、こう折って、わあ、でもこれは子供は楽しいわ。これはやりたくなるもん。これ組み立てやすくなったでしょ。はい、折り目をつけたら、だから本当に段ボールの工作を一回もしたことがない人とかもこれでね、段ボール好きになっちゃうかもしれないよね。この爪、爪はとても重要です。はい、これでね、だってこれあのシールとか何セロハンテープとかガムテープとか接着剤とか多分使わないと思うから、基本的にはこの爪、爪が大事ってことね。爪は折り曲がらないように、折れ曲がらないように気をつけ、あ、これは入れなさいってことね。はいはい、入りました。なんだか形が見えてきた。あー、でね、これ蓋するってね、俺手元見えてるかな、なんかちっちゃいけど、ちっちゃいやつ組み立ててるけど、でこれ爪がこう入るってことね。あー、これは楽しいよ。俺の文天堂ラボより全然楽しい、これ。はい、できましたよ。はい、できた、やった。ジョイコンケースが出来上がり。で、これは？よし、いよいよ合体だ。合体させなきゃいけないの。一応俺のジョイコンこれでもいいのかな。俺のジョイコンさ、これカバーがハマっちゃってるんだけど、これにスプラトゥーンのやつね。これ任天堂公式だよね。あ、違うか。公式だったかちょっと忘れちゃったけど、これカバーハマっててもできんのかな。ちょ、このまま入れよう。R を入れるんでしょ。奥までグッと差し込もう。あ、入んないわ、入んないわ。ケースつけてっとね、こ、壊れる、壊れるわ、壊れる。ちょ、待って、わい、待って、ケースつけてるんだけどっていうことには答えてくんない？で、これで、入ると思うよ。はい、これで、何が？背中の穴からボタンが見える。あ、穴開けなきゃいけないんだ、ここ。そんな言ってた？任天堂さん言ってた、ここ穴なんか開けるんだ。背中の穴からボタンが見えますか？あ、見える見える見えるよ。はい、こんなんできました。できたよ。あ、長押しね。はい、これで練習は大成功。やった、入れられました、これね。で、いざ本番へ。これだから練習なんだ、ただの。あ、これで長押しで3、2、1、はい、ドカン、飛んでく、飛んでった、ドカーン。これはこれは楽しいよ、こんなの、こんなん楽しいわ。はい、ロボットね。じゃあロボットいっちゃおう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待とうか。組み立て180から240。ちょっと待って、240ってこれ4時間だよ。4時間か。